はい、こんにちは、那須林です。今回は商品レビューをしていきたいと思います。今回紹介する商品はこちらになります。キマファンさんから出てるワイヤレスのこのピンマイクシステム、はい、こちらワイヤレスです。あとこちらのワイヤレスのギターシステムですね、まあ、ギターの音をワイヤレスで飛ばすっていう2つを紹介していきたいと思います。今僕が撮影している環境がですね、まあ、ビデオカメラが今ここにあって、マイクは実はねここにあるんですよ。ロードのね NT4 っていう、マイクが卓上スタンドにね取り付けられて、画角に入んないところで音声を拾っております。でそれをね、こちらのワイヤレスのピンマイクで置き換えて、どんな音が取れるかっていうのをちょっとね試してみたいと思います。でやっぱりこの YouTube でですね、この音声の取り扱いっていうのは、まあ、僕のチャンネル音楽がメインっていうこともあって、だいぶこう音声にも気を使って収録してるつもりなんですよ、僕自身ね。まあ今ねさっきねここにマイクがあるって言いました。でもやっぱりね場合によってはそれがちょっとこうこっちの方を向いて喋ること、なんかコード譜でこうね喋ったりとか、なんか下のものを取りながらこう喋ったりとかする場合もあって、そうなっちゃうとやっぱり音声が全然入らない、オフになってしまうことがあるんですけれども、こういうピンマイクを使うことでそれが解消される。ここにねクリップがついてて、あこれこんな感じで洗濯バサミみたいになってますね、まあ本来だとベルトにつけてっていう感じですかね。今分かりやすいところでちょっとここにつけます。でこれが、まあ、ピンマイクですね。でこれをここにつけるともうマジでプロっぽい感じになりますね。はい、かっこいい。はいはい。でこれを実際にカメラに挿してね、どんな感じで撮れるか試してみましょう。はい、マイク、まあ電源をオンにして、もうすでにこちらの、ピンマイクを使った音声になってます。カメラの方でねレベルメーターが触れてるので、多分音声ちゃんと取れてるんだと思います。まあ僕も実際どんな音で取れてるかわからないですが、でこちらのですね本体の方にプラスマイナスのね、スイッチがあります。これを今ちょっとマイナス、これどれぐらいで取れてるかわかんないんだけど、でも今音大きくなりましたね。これボタン式なので何段階に音声が取れてるかわかんないですけど、まあ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 、はい、こんな感じかな。これぐらいがちょうどいいかなっていう感じですけど、レベルメーターでちょっと確認しながら、はい、そんな感じでちょっと喋っていきましょう。で今これはちょっとねここにつけときましょう。まあ本来だとねこのなんだケーブルもね見えない感じで、取り付けるんですけど、まあ分かりやすくね今これで撮ってるよっていう感じで、やっていきましょう。はい、でこうやってまあ普通に喋ってても、ちゃんと取れるし、もちろんねこうやって、こちらですよ、こちらの商品ですよってこう動いてもちゃんと音が取れる、こんな風に本来だとここにマイクがあったからここで喋ると全然入らないでしょうけれども、それもちゃんと取れてるはずですね。ちょっとこうこっちの方を向いて喋、ること、なんか下のものを取りながらこう喋ったりとか、こちらの商品ですよってこう動いてもちゃんと音が取れる、こんな風に本来だとここにマイクがあったからここで喋ると全然入らないでしょうけれども、はい、で、一応僕のチャンネルだとねやっぱ一緒に喋りながらギターを弾くこともあるので、本来ねピンマイクだとギターの音までっていうことにはならないかなとは思うんですけど、試しにギターも一緒にね弾いてみて、その音がちゃんと入るのかどうかちょっと、試してみましょうね。まあいろいろ実験してみましょう。はい、こんな感じでねいつもストロークはこんな感じですよとかね喋、ってますし、はい、どんな感じでしょうか。やっぱりこう向きが変わって
ても音声の大きさが変わらないっていうのはピンマイクの強みだと思うので、そこら辺がどう出てるでしょうか。で今度はですね、こちらのギターのワイヤレスシステムの方も試してみましょう。 2.4GHz で電波を飛ばすということで、今までより高音質で撮れるんじゃないかな、試してみましょう。ですね、まあ電源を入れるだけでもう自動でペアリング、今チャンネル4って出てますけれども、それを、まあ、そのまま、はい、ギターに挿してみましょう。今つないでる音と音声をね、ミックスさせてやってるんですけど、ずっとピーピー鳴ってんな、ピーって鳴ってんな。でこれね、なんか触るとちっちゃくなるね。一応ねギター鳴らしてみますね。でもこのままだとさすがに使えねえな。でこれって実はね、このアコギのピックアップってワイヤレスで使うとやっぱこのノイズが入るらしいんですね。でこれをなくすた、お今なくなった、なくすために、大事なのが、なんかこのピックアップとこのワイヤレスのね機械が近いとこうなるらしいので、ピックアップとこのワイヤレスの機械を離します。そのためにちょっと、エフェクターをかますっていうのをやってみます。はい、エフェクターにインプットを挿す。ちゃうなエフェクターの音を飛ばして、あとはギターはこれで普通のワイヤーで、ワイヤーって、シールドでやればいいのか。そうするとピックアップとこの機械がなんだ分離できますので、これだと音声は綺麗に、おすげえ、全然ノイズねえわすごいね。はい、そんな感じに撮れます。はい、いいですね。はい、今ねモニタリングしてる感じでも全然ノイズは入らないですね。アコギでねワイヤレスをやろうとすると、本体に直接、ギター本体に直接ワイヤレスっていうとやっぱ難しいみたいです。この本体そのものをねちょっと延長コードを用意してあげるだけでもいいみたいなので、そういう意味では完璧に動くこともできます。今聞いた感じでもね、全くホストの遜色、音の何ていうかな、劣化っていう意味では全然ないし、タイムラグも全然感じなかったし、すごくいい音で、音と合わせると思います。というわけで、今回こちらの2つの商品紹介してみました。ぜひ、皆さんもチェックしてみてください。 Amazon のリンクを概要欄の方に貼っておくので、気になる方はそちらの方をチェックしてみてください。今回はこんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ではさようなら。